信頼とモロゲントよ。どうもご無沙汰しております、モロズミゲンズブでございます。本日久しぶりの信頼とモロゲントということで、今回の記者はこちらです。オキドキデュオですね。有力感3000ゲーム対応の 6.2 号機でございますけれども、オキドキの、ね、後継機ということで期待されている方多いんじゃないでしょうか。で、まあ、この通り、筐体にはハナちゃんとカナちゃんおりますけども、まあ、世間一般的にはオキドキの方がヒットしますね。オキドキの方がヒットして、まあ、トロピカルのキャラであるハナちゃんもいるというような感じなんですけど、僕個人的にはトロピカルの方が、ね、好きだったんですよ。で今回、まあ、オキドキの歌、そしてオキドキトロピカルの歌も搭載されているということなんですけど、トロピカルの歌、革新誘惑様ですけど、あれがね、今作聴けるということなんで、そうだ水みたいなってやつですね。あれを今日聴きたいなと思ってます。でいつもの信頼とモロゲントならば設定6実戦をやるんですけど、まあ、その注目機種ということもあって、結構いろんなところでその設定6実戦がすでにもう動画として、アップされてるんですね。であるならば、じゃあちょっと今回違うことやろうかと石井さんと話し合いまして、今回は設定1,2,5,6のリセット実戦をやりたいと思います。というのも僕自身ですね、最近結構チバリを打つことが多くて、やっぱ朝一の恩恵大きいじゃないですか。で最近の機種ってなかなかそういう恩恵、朝一の恩恵がある機種が少ないんで、やっぱり恩恵が高ければ高いほど朝一にパチンコ屋がまだパチンコ屋に人が集まる要因になると思うんですね。なので、今日は皆さんに、このオキドキデュオのリセットが果たして美味しいのか否か、その辺をお伝えしていこうと思います。よろしくお願いします。でルールとしては、1,2,5,6 それぞれを100ゲーム打っていきます。ではいきます。ごっくんしましたね。まあどっちにしろね、有力感ランプでわかるでしょうけど、あ、有力感ランプないんだこれで。今回のルールとしては、まずその設定を100ゲーム回します。でその100ゲーム以内に当たった場合は、その後32+1ですね、まあ一応ドキュアのチャンスまで見てやめというような感じでいきます。でも設定変更後は一応B 以上、設定 B、 あ、設定、ごめん、設定 B ってなんだよ、モード B 以上の期待度が 50% 以上あるということなんですけど、オキドキにもあったチャンスモードですね、今作にも搭載されてます。でチャンスモードにいる場合は天井が200ゲームになるので、じゃあ果たしてその100ゲームリセット後100ゲームやめでいいのかどうかっていうところはちょっと疑問符がつくところではありますが、そのオキドキでもそうだったんですけど、結局そのじゃあそこまで200ゲームまでフォローして当たったとしても、それが純粋な初当たりなのか、それともチャンスモードにいての初当たりかどうかなんて分かんなかったじゃないですか。だからまあそのもっと言えば今回は、まあ、100ゲームまで回しますが、個人的にはやっぱ50ゲームぐらいでいいのかなというふうには思ってます。5,60 ゲームぐらいね。だ仮想投資にして3000分ぐらいかな、そのぐらい打って、まあ、当たんなければ次の台に行くっていうような感じの方がいいのかもしれないですね。結局やっぱその、まあ、機種が違うんでね、簡単に比較はできないですけど、チバリオのリセットもポンって上がるときってチェリー5回まで見ずに上がるじゃないですか。当たるし上がるっていう、だからまあ判断難しいところでありますけど、今日はとりあえず初打ちでもありますんで100ゲームでいきましょう。これしかし設定 1,2 で結構面白い結果が出たらいいですけどね。 5,6 が出るのってまあ言っちゃ当たり前じゃないですか。 5,6 が何かしらね恩恵を受けてるというか、まあ、6だったら何回かやってるうちに別に朝一の恩恵じゃなくても100ゲーム以内に普通に当たりそうですしね。だ 1,2 が2セットでこううまいこと朝早く引っかかって、
でそこからいとも簡単に上がりました連しましたってなるとちょっと盛り上がってくるけどなパチスロで簡単なあのゲームフローはまあ皆さんもうお気どきなんでご存知だと思いますけども、今作はお気どき2でのまあ失敗点と言われておるモードダウンがありません。だ初代ですよね。イメージ的には初代です。そんなにあの有利感を意識せずとも一回まあ B まで行ってしまえばじゃあ天国上がるまでやりましょうかっていうそういう打ち方ができなくもない。2はね僕もあのちょこちょこ打ってましたけどあのコイン投入ランプで B 下とかあったじゃないですか。でそこで B を狙ったところで一回当たってスッて上がらなければ、まあ、もう一回 A に落ちてしまうっていうね危険性をはらんでましたから、まあ、それがやっぱその正直受けなかった原因の一つですよね。だその部分に関してはしっかりと解消されてます。軽いなーってどこで100ゲーム到達です。とりあえず設定1は1本目ノーヒットと設定完了です。はい、設定完了しました。あ、ごめんなさい、スイカだ。うわ、マジか、これで炎上する。心攻め。99、次でラストです。100、はい、設定2、1本目終わりです。手慣れた様子で5に変えてくれました。GO です。さあこっから高設定域ですよ。1ゲーム目オン。今回モードがだいぶ増えてるみたいですね。うん、なんか特殊モードとかあとはドキドキ準備モードだ。これいわゆる千葉リオのパトランプ準備と一緒でしょうね。特殊モードっていうのはレギュラーが続くと、はい、レギュラーが続くけども上がった時にドキドキいきますよっていう。でドキドキ準備はその名の通り当たればドキドキですね。でかなりそのモード資産演出が増えてるようなんですよ。ボーナス終了画面であったりとかこのシーサーランプ、ボーナス終了後のシーサーランプの光り方なんかで示唆してるみたいなんで、これだからいろんなその知識を頭に叩き込んで実践に臨めば、例えばその終了画面だったりとかシーサーランプ、あるいはデータランプでレギュラー連で落ちてる台とかはまあ早いうち導入から 1,2 週間ぐらいやったらありつける可能性ありますね。いやこれ6が当たんなかったらちょっと今日引き弱いかもな。99、はい、100、設定5もノーヒットで、さあお待ちかね、設定完了です。スロッターの夢、設定6でございます。いきます。でも普通に考えて天国ループが 75% 統一ならモード移行にめちゃめちゃ差あると思うんですけどね。まあ6がどういう挙動をするかも確かに大事ですけど、まあ、解析の出てない今実用性があるのはこういう実践の方かもしれないですね。うん、だって言っちゃ悪いけど9割型設定1とか2なわけじゃないですか。99、ラスト。いやーとりあえず一周しましたけど未だヒットなしです。さあ行きましょう。
おきどきリセットの実力見せてくださいよ。いやないと思いますね。どっかで通常モードかチャンスモード、あ通常 B か、はい、チャンスモードには行ってると思うんですよ。わあやった当たった、設定1がついに43ゲームです。ファーストヒットは設定1、レギュラーボーナス、まあいいですいいです。さあついに当たってくれました。まあ1ですからリセットの恩恵である可能性は十分ありますね、初当たり確率を考えれば。でやったとは言いつつも設定1に関してはこれで2の1ですからね、ヒット率、うん、で今回は、ベルナビです。ベルナビ回数でボーナスは管理されてますんで、枚数が、まあ、前作に比べると落ち着きやすいです。そんなに暴れない。特にこのレギュラーボーナスなんかはね、もともとゲーム数が少ない分枚数荒れがちでしたけど、その部分に関してはこのオキドキデュオの方がまあ優秀というか分があるかなと。そうです。でこのボーナスが終わりましたら、あ右のみだ、いったんじゃないこれ。いきましょう、運命の32ゲーム。これであっさり上がってくれたら、え1でもリセット狙えるんじゃねって話になってくるぞ。シーサーランプ右のみ、終了画面は普通でしたね。さあ11ゲームです現在。シーサー右のみ点灯、これが何を意味してるのか現時点では分かりません。できることならば、まあ、この後も追ってね、例えばじゃあいいモードにいたんですかどうですかというところまで見たいんですけど、まあ、今回はこれで上がってなければまた違う設定に打ち直しと。そうですね、33までですね。あのドキハナチャンスでしたっけ、あれはなんかハマればハマるほど確率もちょっと上がるらしいですね。30、いやー上がってないか、設定値そんなに甘くないか。はいラストです、32で、これっ、ね、第三停止を離したときに、ああ行かないか。はい、では次の設定に行きましょう。1ですよね。いやーちょっと気が重いな、今からまた1か。行きます。だってこれ終わったら900ゲームですもんね、もうね。通常時回したゲーム数がね、900ゲーム回したらそれはリセットのんじゃなくて1回2回ぐらい当たるだろうっていうね。あ当たった、1が一番当たってる。さあ設定1、2回目のヒットです。41ゲームレギュラービッグが遠い。あ今度左のみだ、終了画面は普通。さあでは行きましょう。これで設定位置はリセットからの100ゲーム以内ヒット率は3の2ですね。で上がっているかどうか、一発目はシーサーランプが右のみ、そして今回は左のみ。31、32、行かないと。いやーダメでしたね今回も。まあシーサーが左のみでしたから続きが気になるところでありますけど、とりあえずここで
また打ち直しです。 OK 行きましょう。さあ設定に2本目です。違う3本目です。今のところヒットは設定1のみ。100ゲーム以内のヒット率9の2です。10の3になるのか10の2なのか。高設定域が苦しんでいる中、あっ無音だ。6ゲーム中断チートかだ。どうする。いきますよ、せーの。設定に6ゲーム目ですね。中断ベルはずで3枚の払い出しがあるんで、これ確定役ですね。確定役でございます。いやーちょっとここでこういうのは別にいらなかったな。まあもちろん当たるし、まあ、モード以降も、まあ、天国確定かどうか分かんないですけど優遇されてるのは間違いないですからね。いきましょう。設定2で6ゲーム、はい、まあビッグでしょ。ここはいやリセットのサンプル取りたいところで、まあまあでももしかしたらこれで初の天国が味わえるかもしれないと。だこういう確定役からのモード移行っていうのは当然まだ出てないんですけど、オキドキなのかトロピカルなのかどっちを継承されているかですよね問題は。トロピカルであればまあ、ビッグボーナスイコール天国確定っていうところもあり、確定役を引いた場合は、次回天国以上が確定すると。だからオキドキの場合はそうじゃなかったですね。その滞在モードによってそこから天国かどうかっていうところは割合変わってきますよと。ただボーナスビッグボーナス一発もらって終わりなんてこともねありましたけど、さあ果たしてこのモード移行がどうなるか。さあこれでビッグボーナス終了です。シーサーはああ右のみ、右のみで終了画面は普通ですね。いきましょう。初の天国なるか。確定役からですからね。29ドキアのチャンス来ないかな。ねえこれちょっと確定役で当てたからあげるよって。31、はい、32ダメ上がらず。いけダメか。厳しか。1600ゲームやってビッグ1回なって当っていいのだろうか。はい、おちょっと石井さんがやる気になってます。100まで打って当たんなかったらもう100、つまり合計200最後は行ってみようじゃないかと。分かりました。それでダメだったらもう諦めます。いいですよ、200いきましょうか。じゃあ4本目ですからね。だから6だけ通算、これもうノーヒットで終わったとしても通算500ゲーム回してるってことですよね。ただ朝一のリセット状態含む500ゲームでノーヒットってまあまあやばいっすよ。まあ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 ですよ。100ゲームありました。これで本来であれば設定6の4本目が終了ですけども、さすがにちょっと当たっていなさすぎるということで、もう100ゲームこれリセットなしでもこのまま、はい。だこの6の4本目に限っては通算200ゲームですね。合計200ゲームまでは打つと。でもやっぱりそのモードを段階的に上げるような仕組みにして、なおかつ天国ループが 75% もあるなら、初当たりってこんなもんなるのかな。おー当たった。150ゲームぐらいですね。152ゲームだ。
152ゲームでレギュラーボーナス。さあどうなる、設定6最後にいいとこ見せてくれるか。152ね、まあ、ゲーム数的にはまだ、チャンスモードの可能性はあるところでございますけども、さあ最後の最後に上がってくれるでしょうか。スイカピキン、やったー。さあ、ああまた右のみですね。さあどうなる、設定6で初のヒットです。12よ、もう12よ、12ゲームよ、6なら一発上がってもいいでしょう。10、おお上がったか、16ゲームついに来たか。ビッグボーナスです。最後の最後にやってくれますか、設定6。いや上がったでしょ、まあ、上がった、まあ、上がったです。これはいやー来た、ついに来ました。はあ、最後の最後に、いや懐かしい。かなちゃん、あー曲名が覚えて、今回ちゃんと出るんですね。私バージョンアップ、確信誘惑様も聞きたい、この勢いで。でこっから先は、まあ、当然これがただの天国であったとしても、置き時よりは、まあ、設定6の場合ループ率高いわけですから、この 75% ループっていうのをどのくらい伸ばせるか、そして途中でドキドキに上げることができるのかと、まあ、75% ですから、まあ、10連ぐらいすることも決して珍しくはないですよね。でしっかりとまあ1ビッグで210枚取れますんで、まあ、10連ちょっと10化け込みでやっぱ15、6連ぐらいいるのかな、完走までに。さあビッグボーナス終了です。ああ綺麗だね、いきましょう。おお特殊点滅、次回のモード示唆も含まれている可能性大です。いきましょう。よっ、おお何の気なしに中押ししたら確定役、やこしだやっしゃー聞けたー最後に、そうこれ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 、うわーたまらん、抱きしめる確信誘惑様、これこれよ、サプライズ。いやーもうこっちの方が好きなんよ僕は。で、あのオキドキトロピカルを打ってた方はもうご存知だと思いますけど、はなちゃんとかなちゃんの違いは、かなちゃんはまあ1ゲーム連が確定で、はなちゃんの場合は1ゲーム連プラス次回天国まで確定します。だからこの後1ゲーム連が出てきますよね。でその後も必ず32ゲーム以内に当たるというのがこのはなちゃんの特徴です。だからオキドキトロピカルはその1ゲーム連の恩恵が大きかったんですね、オキドキより。だそこはしっかりどっちがつくかで継承されていると、これね非常に僕はいいと思います。この歌聴けた時の興奮度合いがまた変わってきますしね、どっち光るっていうね、こう第3ボタン離す瞬間力が入ります。あれはよーし行こう。いやーたまらん、で1ゲーム連取りましたけども、この後も天狗がついてくると。お、あ、そうか、まあ、どっちにしろ次は天国ですね。終了画面がいつもと違いますね。さあ行きましょう。
1000枚は超えたいですね。あと2発。とりあえずここで必ず1発はボーナスが出てきますので、これでビッグを持ってきて850枚ぐらいで、その次にもう1発ビッグ取れれば一撃1000枚オーバー。まあなんとか最後の最後この設定64本目はプラスで終われそうな流れにはなってます。21ゲームで当たりました。通常点滅でビッグ。もうちょい本当朝のかかり強ければですね、主力機種が欲しいんですよ今僕は。終了画面なんかいいのください。通常パターンですね。シーサも普通と、これ当たってほしいね。6ゲーム今あ当てたらかっこいい。マジか、かっこよくありたいよね。かっこ悪い、まあ、いるかもしれないですもんね。いるなら別にダサい。あ、当たらかっこいい。あ、これ落ちてますよ。これは落ちてますね。うん、もう16ゲームです。終了画面シーサーランプ、そしてチェリー、これ全ての要因が重なってもう落ちてますね。あ、はい、炎上っすか。32ゲーム間もっと慎重にやらないとダメですよね。これ当たんないです。でもこぼしたスイカで当たる、ダサい今こぼしてなかったらかっこよかった。いましたね。まあまあいった可能性が高いでしょうね。まあやっぱりだからその、シリーズの流れで考えると次は落ちてないんだから、次落ちてたらこれで落ちてたら今のはスイカじゃなかった可能性が高いけど、スイカで当たってんならここは絶対落ちないから、あと一発はもらえる。さあ終わりました。スイカで当たってるのであれば、まあおそらくまだあると。終了画面もシーサーも普通でしたね。そうか、でもさっきのがスイカで当たっていたとしてももともと内部的に落ちてればここで当たるとは限らないのか。もうあるのに2021年そんな今年かっこいいとこ逆になかった。じゃあだった27ゲーム。おお、これはビッグでしょう。よし、いや出るね、やっぱ1回上がったら出るね。さあ終了です。終了画面は通常あんまり出ないのかな。明日は現在ビッグ6のレギュラー1、7連チャンですね。獲得が約1200枚なので、まあ完走までの折り返し、まあ、ビッグをこのペースで引いて1200枚ですから、やっぱり完走までには15、6連ぐらいは必要ですね。あと天国中でも割と結構後ろの方に持っていかれるので、天国中のボーナス確率はもしかしたら置き時よりも下がってるのかもしれないですね。1ゲーム連以外は全部10ゲーム以上引っ張られてるし、まあ、20ゲーム超えも結構ありますね、ご覧の通りで。今22ゲームまあ最後までドキドキできるっていう意味ではいいですけどね、まあ、コイン持ちも置き時よりはいいわけだから。
お気どきでね、毎回ケツまで持っていかれるとクレジットがずっと一回なくなっちゃうから、まあまあ損失もでかかったですけど。28、いや落ちてるかな。29、30、31、ラスト終わりました。ドキ花もいかず、はい、というわけで実戦終了でございます。まあ、なんとか最後にね、天国入れることができまして、まあ、天国の破壊力やっぱり 75% ループありますから、まあ、確定薬を混ぜながらでありましたけども、それなりにあるよと。1回上げてしまえば、まあ、1000枚前後は取れるんじゃないかという、そういう爆発力も見ていただけたんじゃないかと思うんですけれども、残念ながらリセット実践、こちらの検証に関しては、まあ、まともにそのリセットから早めに当たったのが設定位置の2回のみ、16回やって、2回のみ、そして1回は確定薬からすぐ当たったのと、最後設定6が150ゲームぐらいでしたかね、そのぐらいで当たって、まあ、一発で上がったと。なのでその朝一の得点はおそらく今のところは置き時よりも少なめかなという感じはしますけど、ただまあ6はこうやって一発で上がったりとかね、モード以降にはそれなりの設定差が設けられてるんじゃないかと思います。あと少ない回数でありますけど、リセット後当たったボーナス後ですね、シーサーランプが、まあ、右のみだったり左のみだったり、ここがどういう風な役割を担っているのか今はまあちょっと分かんないですけど、そういうちょっとした特殊パターンもありましたから、まあ、そういう意味ではもしかしたら朝2狙い、置き時以上に朝2狙いが有効な可能性もまだまだ秘めてるんじゃないかなという感じがしました。まあ、ともあれ、まだ分かんないところいっぱいありますけども、こちら、本日お世話になりましたクイーンオブカリブさん、こちらオキドキデュオ3台、導入しまして、12月24日新台入れ替え予定となっておりますので、皆さんぜひとも遊びに来てください。本日はどうもありがとうございました。チャンネル登録よろしく。